いい、来た、やったー、はい、来たよー。ラインがおかしいぞ、ラインがおかしいぞ。はい、来たー。おはようございます。今は車道帯に 3.55 V0 プラス7つ星ブルーを投げてますね。前々日の、試験の影響もあって、潮通しが良くて水深があるポイントを選んだんですよ。で、思ったより雨の影響もなくて、あとうねりとかもなくてすごく釣りしやすいんですけど、まあちょっと厳しい。なんとかいっぱいひねり出したいとこで、今回ちょっと潮に馴染ませる感じで、V0 プラス使ってます。水温はあったかくはないけど冷たくもないみたいな感じですね。ここ見えますかね。あっちから潮がこう流れてきて、こっちからも潮がこう流れてきて、ちょうどぶつかってる感じですね。なんでここに一回いるかなと思って今投げてます。水深はちょっと奥の方、キャストしたとこが深くて、手前がちょっと浅くなって駆け上がってるんで、ちょっとそこだけ注意しながらやっていきたいと思います。まあ駆け上がり付近にいると思うんですけどね、なかなかちょっと潮が複雑なのもあって、うまく攻めることができるかなって感じですね。ガンガン流れるな。しかしこういう釣り好きではあるけど、こっちのシャローはどうなのかな。浅いと怖いからちょっと激流の中入ってたら行くけどね。移動しましょう。さあやっていきましょう。外側投げてたんですけど、こっちで久保さんが釣れたってことだったんで、いい、はい、来たよ。よし、やっぱりさっきのヒットパターンですね。少しちょっとフォールを長く取ってあげるのがヒットしてるようですね。ちょっと東くんには申し訳ないけど、はい、ちょっとまあ可愛いサイズだけ抜けるかな。はい、どのくらいかな、300ぐらいかな。はい、嬉しい、いっぱい。なんかここは 3.5 の V0 プラスでちょっとスローに誘った方が良さそうですね。はい、ありがとうございます。はい、連続して当たってたポイントなんですけど、ちょっと当たらなくなっちゃいましたね。ちょっと攻め方を変えてみましょうかね。 V0 プラスでやってたんですけど、ちょっと早めの誘い、 V1 でしっかりホールさせてしゃくって誘ってくるっていうのをちょっとやってみましょうかね。ちょっとカラーも変えてから、ゴールド系レッド系でやってたんですけど当たらないので、まあ、グリーンアジベースブルーですね。それでちょっとやってみたいと思います。ちょっとここがね、足元からブレイクがあるんで、そこのブレイクまでですね誘えるのが、それ以上誘ってくるともう絶対そこを根掛かりするんで、もう勝負は、しゃくって落としてを大体3、4回が
マックスかな。それ以上やっちゃうとちょっと引っかかっちゃうんで、これで終わりかな。お、はい来た。ほら変えて1投目やっぱ来たね。こうやってゴールド系、シルバー系、レッド系に当たらなくてもグリーン系に変えるとまたこうやって来るんですよね。それと沈下速度の違いですね。 V0 プラス、スローな誘いで当たってたけど、まあ、当たらなくなって、V1 少し早めの誘いを入れてあげるとこうやって来るんですよね。これやっぱいるんですよね。いるけど抱かないだけで。はい、まあ、あちょっと針がかかってないかな。よし、はい、ちょっとサイズアップだな。はい、やりました。今日1、もう本当あれですね、グリーンアジベースブルー 3.5 の V1 ですねに変えて1投目ですよ。まあいたんだけどやっぱりまあ抱かなかっただけ、反応しなかっただけで、色を変えたことで反応してきた、そういう答えですね。今日はですね、初めてのポイントでちょっと朝一からこう探り探りで、まあ、いろんな潮通しのいい場所から、まあ、岬の先端、ちょっとこうワンドになってるようなポイント全部探ってみたんですけど、まあ、今日のヒットは全てここなんですよ。全く同じ場所で、でここはどういったポイントかっていうと、少しこうワンドになってこう奥まったところですねの途中のところで当たったんですけど、このポイントはですね、まず一番最初ヒットした時は風が右から左だったんですよね。右から左で潮がちょうど引いてる時間帯だったんで、まあ同じ流れでこう流れてたんですけど、最初 V1 でやってて、まあちょっと着底が早いなと思って、まあスローな動きで誘った方がいいなっていうことで V0 プラスをセレクトして、で攻めていったら、まあ案の定すぐヒットして800ぐらいで、まあ足元まで寄せてきた時にちょっとバレてしまって、最初の1匹は釣り切れなかったんですけど、2杯目はですね全く同じポイントで、まあ、V0 プラスで同じコースをトレースしてきたんですけど、その後ですね、風と潮が全く真逆の動きをして、でそうなってから V0 プラスは今度ちょっとこう水の中で安定させるのがものすごく難しくなったんで、それで 3.5 号の V1 に変えて、まあ、その後、まあ、釣れたという状況なんですけど、ここのポイントはですね、ちょうど 7,8 メーター先に、ちょっとカメラじゃ見えないかもしれないんですけど、ブレイクがあってですね、だんだん深くなっていってトンと落ちてて、まあ、大体まあエギを入れた感じだと、まあ、4,5 メーターぐらいかなっていうところですね。そこからなんか急にこう、まあ、2メーターぐらいまで上がってきて浅くなってるっていう、そういう場所なんですけど、このブレイクのギリギリのとこですね、壁になってるところで、まあ、今日はほとんどが当たってきてましたんで、まあ、こういう場所では状況によって、まあ、V0 プラスと V1 を使い分けて、でカラーも今日は釣れたのが一番最初はゴールドアジベースピンクで、まあ、連続で釣れたんですけど、その後はですねちょっと当たりが止まった後はグリーンアジベースブルーに変えて、で1投目でヒットっていう状況もありましたんで、沈下速度とカラーのセレクト、これを考えてからですね釣っていただくとまた楽しみが増えるんじゃないかなと思いますんで、ぜひいろんなエギシャープお試しいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今日は楽しかったね。今日釣れたよ何杯ですっけ。自分が一番らしいの4杯キャッチ、まあ、マックス800かな。はい、今日は楽しかったね。あれどうしたいや話が違う、話が違う
反対側で島の反対側でやってて、はいはい、2人でまず探って、はい、反対側でやってて、こっち釣れるよって、はい、その立ち位置でゴールダージの V0 プラス投げたら釣れるよ、うん、そうそう、こんぐらい沈めてこんぐらいしゃくって、ね、場所を譲ってあげてね、そう釣って欲しかったから全部言われた通りやった、はい、釣れんかった、はい、ちょっとおかしいなってことで、はい、ちょっと背をなんていうんですかね、一個隣の背に移動しました、はい、僕はカメラの電源入れました、はい、でキャストして喋り出そうとした瞬間、はい、右からおー来たよ何事かと、ちょうど場所を譲ってあげたあの釣れたポイント、東くんが 5,6 頭してどいて、その後自分が入ったらすぐ釣れてしまったっていう、あのすごい面白いあの映像が、あれ今日主役は東くんだったんだけどねいやそのはずだったんですよ、はい、いやなんかそっからもう久保さんのペースっすよね。まあそうね、なんか今日はパターンがうまくはまったっていう感じで、まあこれがエギングかなと、これが釣りかなと、はいはい、やっぱ釣れる時もあれば釣れない時もあるし、はい、同行者がめっちゃ釣って自分が釣れないと、逆のパターンもあるし、まあ、これがまた面白い部分でもあるんで、まあ次はあの、10対0ぐらいで、いやいやいや譲ってよ俺 YouTube 出たいっすよ俺もまあこういう時もあるんで、まあ、またちょっと楽しくエギング行きましょうかね。まあいろんな動画があの今後ショアのエギングも含めて、まあティップラン、イカメタル、オモリグ、いろいろ上げていきたいと思いますんで、ぜひ今後ともご視聴よろしくお願いいたします本当ならそれ俺が言うはずだったくっそ、いやありがとうございました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。